では講師でいらっしゃる西尾先生のご紹介をさせていただきたいと思います。1974年札幌医科大学卒業後、独立行政法人国立病院機構北海道がんセンターで39年間がんの放射線治療に従事され、2013年4月に北海道がんセンター名誉院長に就任されております。また唐津根の甲状腺検診プロジェクトの担当医として福島県内外の検診にご協力いただいております。本日は西尾先生、よろしくお願いいたします。皆さんこんにちは、西尾です。実は台風21号に引っかかってやばいかなと思ったら、台風は20火曜日の日に、大会解決しまして、なんとか来れるなと思ってたんです。木曜日の夜中に地震があって、30分後に全道が全部停電です。ひどい目に遭いました。昨日の午前中にやっとうちも電気がついたんです。結構マンションなんかもですね、1、2階までは水が出るんですけども、もちろん断水になっていることもあるんですけども、水がうちなんかはなんとか一軒家ですから出たんですけども、マンションの高いところに住んでる方はポンプアップしてますから、水道も出なくなっちゃうんですね。水道が通って、そういう問題がありますね。だから高いマンションとか電気がなくなったら、実際には水も供給を断たれるということになりますね。で、全部信号も何も全部止まってますから、明かりっていうのは車の明かりだけですね。しかも多くの給油所は電気がなければ給油できないんですね、ガソリンスタンドも。ですからずらーっと並んで電気が回復するのが、これで事故、原発事故でも起こったらどうなるんだろう。逃げれませんね、実際には。ガソリンもなくなっちゃいますね。そういう状態なんで、電気のなさっていうのはすごい深刻だ、今の社会。だから、安倍政権のように戦争をしたがってるような、今の日本の状態になってますけど、実際には簡単ですよね、国をやっつけるのは。日本の場合は、今の社会だったら、ネットでウイルスをばらまいて社会を混乱させるだけでもうそれはもう戦争に負けちゃいますね。それから日本だったら原発にミサイルを何発か撃ち込めばそれで終わりですね。特に稼働させてなくたって全部の今の日本中の原発というのは使用済み核燃料をとにかくプールしてるわけですね。あそこでポンと撃ち込んで水がなくなればそこでもう放射性物質が出てきてしまってとにかく逃げるしかない、そういう社会なんですね。本当にそういう点では危うい社会ですね。僕自身は電気がなくなってエジソンってすごいなと思いました。そういう点ではエジソンのおかげで今の文明社会を作ってるわけですけども、本当にこの歴史の中で自分たちが生きてるポジションというのをもう一度やっぱりきちっと立ち止まって考える必要があるかなと思います。で、僕は40年近くがんの治療をやってきて、皆さん日本人の健康寿命50歳超えたのいつだと思いますか？ご存知の方いらっしゃいます？人生50年ってよく言いました。織田信長は49歳で死んでますね、本能寺の変で。実は昭和22年なんです。戦後2年目です。戦後になって初めて抗生物質ができたり乳幼児の脱水で死ぬようなことも攻撃することができて、とにかく寿命が伸びました。昭和22年からとにかく70年ちょっとで、実は今日本人の平均寿命、女性は87歳、男性81歳で、トータルで84歳です。ということは34年間平均寿命伸びてるんですよ、この70年間。とんでもないことですね。人類史でこんなに劇的に変化している時代はないです。それは同じようにですね、これは医学だけじゃなくて科学技術がとんでもなく進歩しました。核分裂分かったのは1938年ですね。38年です。それでドイツがいち早く原爆を作ろうとした。それでアインシュタインが焦って当時のアメリカの大統領のルーズベルトに手紙を書いた。それでアメリカは6000人の科学者を動員して
当時の日本の国家予算ぐらいのお金を使って原爆開発をやる。日本も福島の鉱山で、ウラン鉱山で中学生ぐらいの子どもたちを集めてウランを採掘してたんですね。原爆を作る。日本が先に作ったら日本も多分使ってたでしょう。当時の感覚から言えば。ただ東京の利権でウランの濃縮技術がうまくいかなくて作れなかった。実は、ね、枯葉剤だってベトナム戦争に使われてたんですけど、枯葉剤だってあれ実は戦時中にも開発されてるわけです。で、巻こうとしたんだけど原爆が先に作ったから原爆をまず試そうと、それで試してそれでも降参しなかったら今度は枯葉剤を遠くに巻こうと、そしたら食料がストップになっちゃうから日本は降伏せざるを得ないだろうという作戦だったんですね。で、実際にはそれが15年後にベトナム戦争で枯葉剤は使われるようになりました。そしてああいうすごい毒性が分かった以上、今度はそれを作ってたモンサントという会社は改良して除草剤として枯葉剤を展開することになります。今それが除草剤としてネオニコチノイド系の農薬が1990年代から世界を席巻しているわけです。まさに全ての農薬として今使われているんです。で、本当に本深刻な問題ですね。で、そういう科学技術の進歩というのはここ70年ぐらいでとんでもなく進歩しているわけです。こんな人類史の中でこんなに激変している時代ないですよね。それから例えば遺伝子の構造というのは1953年です。ワトソン、クイック、ウィルソンという3人の学者がノーベル賞を取りました。実は若い女性の人が発見してるんですけど、その3人がパクってノーベル賞を取ってるんですよね。いずれにしても53年ですよ、 DNA の構造が分かったのが。今その DNA の構造が分かっていろんな、例えばいい面ではその遺伝子治療みたいなものに結びつく、それから食べ物で言えば遺伝子組み換えとか遺伝子編集の技術が入ってきた。その毒性に関しては全く検討されてないんです。おそらく遺伝子組み換え食品だって日本人が一番影響を受けますね。大豆やトウモロコシはアメリカ人にとってはあれ家畜の餌なんですよ。ところが日本は大豆なんか納豆で直接食べるし、豆腐でも食べるし、味噌や醤油の原材料ですし、10年後、20年後、30年後、長い期間で日本人の健康っていうのはおそらく大きな問題になります。遺伝子組み換え食品だって動物実験では明らかに毒性が証明されほとんど放置ない、もうダメージがマスコミじゃなくてマスコミになっちゃった。日本の報道は本当に肝心なことは報じませんね。で、今日僕は急遽原発事故を起こってから4冊ほど反原発の立場で放射線の嘘だらけの話を書きました。で、1冊目はこれ健康障害の真実な、実は今の教科書はですね、医学の教科書は全て医者も看護師さんもレントゲンの技師さんも全て ICRP の内容で書かれています。国際放射線療法に ICRP やって何だか単なる民間団体なんです。あれ公的機関じゃないんですよ。原子力勢力から膨大な金をもらって民間団体として原子力政策を進めたり核兵器開発をするために都合のいい内容で物語を作って、一見完璧に見せて、それが教科書になってるからみんな洗脳されてるわけです。ICRP の催眠術にかかってるんです。だけど僕は技師さんとか看護師さんに放射線防護学を教えることもあったんで、まあ持ってたスライドとか資料を持ってたんで、2012年の1月に大井原発の岡崎が頭に来て10日くらいで書いたのがこの放射線健康障害の史実です。ただこれはまだまだですね、足をですね、ICRP のところに足をかなりこう置いて書かれた本なんですけども、例えば極端に言えば100ミリシーベルトのたくさん今論文では健康障害の報告がありますよとか、そういうことは事実として書いてるんですけども、で、そういうことがあります。それから、この千葉列島っていうのはですね、実はこれ、小出さんと、長大の小出さんと2人で対談をやったんですね。で、この本は実は2000年に出した NHK 出版から一人向けに出した放射線治療の本音っていう、がん治療に関する本を書いてるんですけども、その時の編集長がですね、もう一冊何か書いてくれって言われて頼まれてたのにずっとほっといたんですね。
そしたらたまたま事故が起こって、小出先生となら対談いいですかって言ったら、それならまあ1日ずつだけだからいいですよって言って対談にしたのがこの試作レートです。ただこれはもう角川から出したんですけども、780円ですけども、もう1回印刷しただけですので、ほとんど本屋さんにはございません。Amazon かなんかで検索すると、10円か100円で手に入ると思いますから、まあ、これは比較的分かりやすく対談ですので書かれています。で、この問題の、この本を書いたその編集長がなぜそういうことを言ってたかというと、実はですね、皆さん、医学でペットってありますよね。ペットって放射線の核種を注射して、癌細胞というのはブドウ糖代謝が盛んなんで、たくさんそこに取り込むブドウ糖代謝者。そういう核種を作るためにペットっていうのが今全国に400台ぐらいばらばらあります。でですね、ペットを作るのは半減期が110分ですから、東京から取り寄せるってわけにいかない。現地で作らないし。それで何するかというと、結局ベビーサイドトンっていう小さな小型原子炉です。加速器なんですけどね。そういうものを病院の中に作ったり、10億、20億のものですけども、作って、何しは、まあ、近くの工場からデリバリーをするというようなことを、まあ、して薬剤を手に入れなきゃいけません。でそうなりますとね、10年後20年後その加速器が更新するときどうしますか。40トンの鉄くずになった加速器は誰も引き取り手がないんです。で、今ペットの加速器を唯一一箇所千葉大学が日本で最初に入れた千葉大学はリプレースしました。更新するときにどうしたかというと、結局40トンの汚染された鉄くずをどこも処理できないんで、地下を掘って地下に埋めちゃったんです。そうなんですよ。だからそういうこと何にも知らないで病院の2階なんかに作ってるようなバカな病院もあるわけですね。メーカーが売るだけで言って、後のことは全く考えない。これ原発も同じですよね。今の原子炉、廃炉の設置ってどうやって廃炉にするんですかね。廃炉なんてできませんよ。メルトダウンしたものを取り出すことすらできない状態なんだけど、それを例えば取り出したところで、ね、万が一取り出すことができたとしても、あの大きな汚染された原子炉の鉄くずをどこが引き取るんですか。解体なんて実際にはできないんですよ。何考えてるんだと思う。結局ですね、チェルノブイリのように石棺で肩を覆って、ないしはとにかく地下に掘って埋没させるようなことしかできません。どこも40トンじゃないですからね、原子炉のものは。とんでもない量の鉄くず、保全された鉄くずはどこにも持っていけるわけないんですよ。今立っているところで処理するしかないんです。実際にはそういうですね、先行きを全くない状態でこういったことが進められているのが今の日本です。で、最後にこの患者のがんと賢く戦いというのはですね、一部はがん治療の話をしました。日本の内容も本当にとんでもない。これだけで動いてるんです。結局は世の中、医療もそういうことがある。2部は放射線の闇の世界、 ICRP の嘘だらけの世界を書きました。で、特にですね、これ言っちゃえば僕の就活の最後の本です。もう書く気はありません。で、なぜ僕はこれ書こうかと思ったのか、2つは主にですね、 ICRP の嘘だらけのことをきちっと書いておこうということが言って、それからもう一つはですね、甲状腺について反原発の人たちがみんなですね、多発してって叫んでるんです。僕だけ違うよ。がん治療やってきた僕の医者の目から見たら、甲状腺という非常にゆっくりしたがんの特殊性も考えたり、放射線の影響のことを考えたら違うよって言ったら、僕だけすごいバッシングなんですよ。もう嫌になって発言するのやめました。バカバカしくて、反原発の人たちも本当にそういう意味では放射線の健康被害の真実というのはよく理解してない。ただただ原発反対という立場ありきで何でもかんでも放射線のせいにしちゃうというところがあって、本当に僕は残念に思っています。で、そういう人で反原発の立場であっても甲状腺がんのことを正しくやっぱり伝えて残しておく必要があるなと思って書きました。それから、まあ、
トリチウムの話もちょっと書きました。トリチウムというのは実は一番やばい。健康、原子炉の、世界中の 原発が動いているところの周辺でですね、子供たちを中心として健康被害がたくさん出ています、世界中。日本だけじゃないです。原因事故起こっているわけじゃないですよね。何ですか？原因はトリチウムなんです。トリチウムを膨大に出しているからなんです。で、これはちょっと今日のメインの話になると思います。今日お配りしたスライドは48枚ぐらいでございます。キースライドになってますけど、これは全部説明する時間がありません。1時間半か2時間ぐらいでとどめて、質問やディスカッションみたいなものにしたいと思うんですけども、今日はこの最後のこの本にかなりまとめて、患者よがっと賢く戦いっていう本は、もう原発のこと書いても風化してるから全然売れないでほしくて、がんのことを話し、がん治療のことを話し、完璧にしましょうって言ってこういうタイトルをつけたんですけども、ここにかなりまとまってるんですけど、今回の人はですね、これタダで読めます。市民のためのがん治療の会っていうのを検索してください。毎週のようにですね、いろんな情報を出してます僕で、今年からも忙しいんでというか、まあだんだんもう疲れてきたんで2週間に1遍にしました。これ全部タダで読めます。例えば子宮頸がんワクチンの問題を考えるなんていうのが2015年に書いた原稿です。子宮頸がんワクチンはですね、なんであの子と女の人が予期してない副作用がありますか？出てると思いますか？あれはワクチンとしてはですね、今までのワクチンというのは弱毒化ワクチンか不活化ワクチンで作ってるんです。ところが子宮頸がんワクチンだけは遺伝子組み換えで作ってるんです。遺伝子組み換えで作って効果を持続するためにアルミニウムのような免疫不活剤をアジバンとして結合させて作ってるから、全く依拠しない副作用が出てくる。それをみんなまた婦人科学会に含めて打ちましょうってまた大合唱が始まってるわけですけど、WHOも日本が打った方がいいっていう勧告を出しましたね、ほど前に。なんちゅうことない。WHOだって最大のスポンサーは製薬会社なんです。それから今日本の産婦人科学会の重鎮たちもワクチンが解禁になって2007年に解禁になってから2億2000万のお金が流れます。研究費とか講演料とか消費してね。僕も1億ぐらいもらったら立場変えるかもしれませんけど、まあ冗談ですけども、まあそういうとにかく金の流れでですね、世の中がとにかく随分歪められているということがあります。それから例えば、まあ、いろんなこと書いてます。で、今やってることは総1億がん罹患社会に今日本は向かっているわけですね。で、実際にですね、昔は富の源泉というのは労働力でした、一人一人の。それが富の源泉でした。で、今の日本の介護保険制度というのはですね、とんでもない、世界一のとんでもないいい制度ですけども、あれは昭和36年にできました。それをですね、政府に投資して今の社会保障制度とか国民皆保険制度を作ったのはですね、当時東大のマルクス経済学をやった大内昌栄という先生です。その先生が中心になって投資して今の皆保険制度ができました。ですからマルクス経済学の先生だったんで、富の源泉は労働力であると。で、だから労働力の確保するためにはちゃんとこういう医療保険をきちっと皆保険にして労働力を確保する必要があるんだという立場で今の介護保険ができた。ところが今労働力は富の源泉でなくなった。肉体労働だったらロボットで置き換える、知的労働だって半分ぐらいはロボットで AI で置き換わるという時代になりました。そうなったら富の配分というのはとんでもなくアンバランスになりましたね。労働力が富じゃなくての生み出すものではなくて、情報管理だとか、それからあれですね、科学技術、こういったものが富を生み出す社会になりました。ですからどん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 格差が広がります。これをどうやって見識がある政治家が富の再配分をするかということが一番の課題なんですけども、そういう認識を持っている政治家はいません、残念ながら。もう本当呆れる今の社会。それから例えば農薬化学物質遺伝子組み換え食品を作ってグローバル企業を全部支配するような時代になりました。で、さらにこういうものでですね、健康被害が出ます。健康被害が出たら、今度は医療でまた製薬会社を含めて、保険会社も含めて、
基準追求の場になっているということなんです。今の社会構造がそのまま、まさになっている。そこには本当に社会正義も公平性もございません。とにかく金儲けだけで動くということになります。で、今ですね、時代は全く変わりました。昔成人病と言ってました。高血圧とか高尿酸血症、糖尿病、これ96年に生活習慣病って変わりました。なぜ生活習慣病って変わりました？成人病だったらですね、成人になったらそういう病気になるわけです。そうなると国はある程度面倒見なくちゃいけない。ところが名前を生活習慣病に変えちゃうと、あなたが病人だったのはあなたの生活悪かったんだから、医療費は自分で納めなさいという話になるんですね、根本的に。だから生活習慣病という名前を変えたんです、政府は。ところが今は違いますよ。生活習慣病ではありません。30代でがんになるんだったら生活習慣じゃないですよ。生活環境病です。そういう認識を持ってください。それで今生活環境の中で病気を作り、発がんも増えているというのがあります。皆見てください。僕医者になった頃、40数年前、たった20万人のがんに関してです。今ついに100万人越したんですよ。考えられないでしょ。年間100万人以上がんになってる。当時4割しか治らなかった5年生存率4割 43% の時代、今 60% までなりました。医学が進歩してるだけじゃないんです。それは治療に響いたもので、治りやすいがんが増える。5年生きる時間が増える。男性であれば前立腺がんが増える。乳がんだったら1万8000人しかいなかったのが今9万人超えてるわけです。5年生きて全然おかしくない、ゆっくりしたがんですから、そういうがんが増えてるから生存率が 60% ぐらいになってるだけの話で、決して医学がすごく直接的に進歩させてるわけじゃない。しかしまあいずれにしてもこの数字ちょっと異常だと思いますね。この上がり方、人口5倍になってるわけじゃないでしょう。年寄り増えてるだけじゃないんですよ。それで全部絡んでるのはこういう生活環境の中で被爆、農薬化学物質、遺伝子組み換え促進、ホルモン環境、こういったものが全部絡んでいる。アメリカの牛肉は日本の牛肉でよりもエストロゲン、女性ホルモンですね、600倍です。だから女性ホルモンの餌を与えて1割生産性を高めています。それを消費量が5倍になったらホルモンに関係したがんが5倍になりました、日本もアメリカも。だから女性は断トツに乳がんが増えている。その他に胎がんも増え、卵巣がんも増え、男性であれば前立腺がんという形になっています。皆さんこれね、まさに生活習慣じゃない、生活環境というものが病気を作っているわけです。で、実際には戦後とんでもない数大気中の核実験にありました。これ日本で一番高かったのはですね、1963年です。このセシウムとストロンチウムがほとんど同じくらい半分ずつに分かれてたんですね。ヨウ素はすぐ消えちゃいますけど、ストロンチウムとセシウムが、まあ、結構半減期、29年とか30年ですから残ってる。チェルノブイリの事故の時にだけこういう形でピッと上がってますね。ピッと上がってます。で、これこういうものを我々は知らないで測りもしないで体内に取り込んでるわけです。国大の公衆衛生の先生がきちっと測定してるんですけども、で、これでですね、実はこういうエピソードがありました。1953年に、55年後に、アリス・スチュワットという女性の医師です、イギリスの。で、子供たちにとんでもなく白血病が増えてる。どうしてだって調べてみたら、結局ですね、妊娠中のお母さんが骨盤の写真を撮ってる。原因はこれだということが分かりました。だから骨盤の写真を回数多く撮るほど白血病のリスクが高くなる。それでこの女性のアリス・スキャスさんは偉いですよね。アメリカの議会で証明したんです。それで証明してですね、それがきっかけになって大気中の核実験が中止になったんです。医学者というのはこういう立場で関わるべきだよね。日本の学者はみんな雇用学者ばっかりだ。どうなってんだって。で、
で、実際にこういうことが起こって、だからお年寄りの人は皆さん見たことあると思いますけど、妊娠中の人は申し出てくださいとかって、レントゲン写真撮る部屋の前に書いたりしてたから、昔はね。これはこっから来てたんです。ね。では、僕が医者になった頃、医者の言葉と言い伝えとして、若い女性を見たら妊娠と思えっていう、そういう教訓を教えられました。だから若い女性にむやみにですね、レントゲンの検査するなって話ですね。で、そういうような教育を受けてました。で、実際にですね、皆さん、このベルゴニー・トルボンヌの法則って大原則です。分裂が盛んなものほど、とにかく放射線の感受性が高くて、障害を受けやすい。これは皆さんご存知ですよね。だから一番、人間の体の中で分裂も盛んなものもたくさんありますけども、さらに盛んなのは、最も盛んなのは受精卵が胎児ですね。だから先天障害が起こるわけです。それからもう一つ、ここで見てほしいのは、末梢血中のリンパ球と書いてますね。末梢血中のリンパ球。これ、リンパ球だけすごく感受性が比較的高いんです。だから放射線を浴びたら、リンパ球性の白血病になる。いいですか？子供の白血病、白血病って大きく分けて、白血病はリンパ球性の白血病と骨髄性の白血病があります。大人の場合は骨髄性も結構あるんですけど、子供の白血病は、ほとんど 99% リンパ球性の白血病です。なぜかというと、このリンパ球が非常に感受性が高いから、しかも子供ですから、なりやすいということが、あるわけです。放射線の健康被害というのは、本当に生物学的にはですね、説明がつくわけです。で、だから例えば、ICRT の教科書では、100ミリ以下だったら、胎児に異常は起きないと書いてある。今、100ミリ以下だったら、がんにならないって言ってるのと同じです。これ嘘です。チェルノブイリの時は5ミリぐらいでダウン症が増加してます。5ミリぐらいで、そうなんですよ。で、そこからずっとそれ以降、チェルノブイリ事故以降ですね、もうずっと高い先天障害の発生率が続いています。それでチェルノブイリの時だって、これは、あれですね、女性のチェルノブイリの先生のデータですけども、戦傷した異常が一番あるのは、原発労働者です。大変高い戦傷した異常があります。ですから、こういう、先天障害に伝わるわけです。それから、例えば、戦後どうですか？戦後、45年、50年ぐらいからですね、バーッと上がり出しているのは、これですね、子どもの5歳から9歳の男子のがん死亡率です。すごいデータですね。これ何ですか？これ結局、回収の核実験で ばらまかれた放射性物質による発がんなんです。それからもう一つ、これ、50年ぐらいからやっぱりガーッと増え出してきて、膵臓がんです。日本の膵臓が12倍になってるんです、12倍に。このデータを作ったのは、東海区の公衆衛生の教授、関先生という先生なんですけども、実はこの関先生って大変立派な人で、若い時厚生省に行ってですね、戦後の母子手帳のシステムを作った先生です。この母子手帳を厚生省に行った時に作って、年取ってから東海区の公衆衛生の教授になっていかれて、いろいろ疫学調査をしたらこういうデータを発表して、なんで膵臓がん12倍になるの？それから、例えば糖尿病ってどん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 増える。戦後の食糧難の時に糖尿病になる人なんてそんなにいなかったはずなんだけど、やっぱり戦後増えてるわけです。どん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 、これ世界中で増えてます。なんちゅうことない。これストロンチウムなんです。ストロンチウムなんです。で、これ全体のですね、このピッツバーグのスタンス・プラスという立派な学者がですね、言ってます。糖尿病が飽食文明の先進国以外の発展途上国でも激増していると。で、日本のは戦後、膵臓がんが10倍になっていると。これ、ストロンチウムが、とにかく海にばらまかれてるわけですから、
今タラチネではストロンチウムを測ってます。ストロンチウムを直接測るんじゃなくて、ストロンチウムって2回体現するんですね。ベータ崩壊します。まずイットリウムに変わります。イットリウムに変わります。イットリウムに変わったこのイットリウムのベータ線を測定して間接的にストロンチウムの量を測ってるんですけども、もう1回ベータ線を出します。だから体の中では2回ベータ線になるんです。倍測ってるわけです。で、このイットリウムっていうのは実はですね、ストロンチウムは骨に当たるというのはよくご存知ですね、皆さん。ところが、その中間のですね、29年かかって、イットリウムがベータ線を出すんだけど、イットリウムというのは実はですね、水道に蓄積するんです。水道に溜まるんです。だから水機能を落ちて、インシュリンが電磁になるから糖尿病にもなるし、水道に取り込まれてそこでベータ線を出してるから、水道がもう増えるわけです。こういうことって誰も知らない。教えてくれない。知ってない。ストロンチウムで2回ベータ線出すっていうのをご存知でしたか？しかも、29年かかってベータ線を出しているイットリウムが、実は水道に溜まるんだということもほとんど分かってませんね。これ何ですか？だから全体として45年からがん死亡率がどんどん増えています。これはアメリカと日本のデータです。スウェーデンのデータも持ってきました。スウェーデンもですね、やっぱり50年ぐらいから急にですね、これスウェーデンですね、50年から急に上がり出しています。何ですか？これ全部やっぱり大衆の核実験による放射性物質の試算なんです。地球環境の汚染そのものが発芽に絡んでいたと。で、僕医者になった時ですね、実際にはがんの死因の第一ががんだったのはね、60歳からなんです。今、40歳からです。40歳から全て死因のトップはがんになりました。20年、がんになる人が若年化して、死亡者も40歳代からがんの死因、がんが死因のトップになりました。日本では本当に深刻ですよ。なぜならばですね、この15歳から39歳の死因のトップはですね、実は自殺なんですよ、日本は。笑っちゃうっていうか、なんか呆れるっていうか、皆さんご存知でした？15歳から39歳までの死因のトップ、自殺ですよ。世界中こんな国ないですよ。社会そのものがもう病んでますよ。ねえ。で、それから例えば、ストロンチウムは骨に最終的に溜まります。溜まるけど、これカルシウムと同じですから、二価の同族体ですから、カルシウムは溜まるんですけど、実はね、皆さん足のとか手の骨肉ってどこにできますか？ほとんどはですね、ほとんどはここにできるんです。こういうところにできるんです。こういう骨にできます。で、子供の骨っていうのはこういうですね、骨っていうのはここに骨幹線がある。
こういうものがおかしくなると、それこそ認知症みたいなものも絡んでる可能性は十分にあるんです。で、実際に私は例えばストロンチウムのちょっとお話しますけども、骨に転移したがんに対して治療法っていくつかあります。いくつかあるんですけども、例えばこういう背骨の骨ですね。骨に転移して骨がどんどん溶けていって崩れていくと、どんどん伸びていくと、ここに脊椎が走ってますから、脊椎やられたらここからしか全部麻痺しちゃいます。ですから中途放射線をかけていくと骨が骨化します。骨が出てきて何とかここでストップしますので、脊椎麻痺に起こらないです。外から放射線かけて痛みを取るだけじゃなくて、こういうことをするんです。それから例えば骨に転移してこういうふうに溶けてるとポキッと折れちゃいます。放射線をかけると痛み取るだけじゃなくて、こういうふうに加速化します。大理石のように硬い骨になります。ですから折れる心配がない。僕はこういう治療をしてたんです。ところがですね、年間1500人ぐらい放射線治療してて、実際には2年間にですね455人も治療してるんです。年間250人ぐらい骨の転移してる患者さんをしっかり見てたんです。日本一放射線科の病棟を持って、日本でもう3本の指に入るくらいたくさんの患者さんを扱ってた一線の病院です。で、そういう治療をするのにね、やっぱり大変ですよね。何やったかというと、イギリスで開発されて日本で使われてないストロンチウムをなんとか使えないということで、ストロンチウムを使えるようにしました。で、実はストロンチウムってこんなに多発してる骨がね、骨に転移してたらどうしようもないでしょう、これ。たくさん、転移してるところにたくさん何箇所もかけるのも大変な話ですから、まあ、このストロンチウムっていうのは、ストロンチウム89っていう方法ですね。90じゃないです。50日の半減量です。で、2.4 ミリしか取りません。それを注射するわけです。そしたらもうほとんどね、体で外には出ません。ほとんど取りませんから。常の骨に転移してたらそこから出るかもしれないけどね。で、そういうものを使えるようにしたんですね。で、こういうアイソトープ協会からこういうストロンチウムを液状にしてもらうと、そうすると骨に転移してるところだけにストロンチウムが味わう。これはテクネシウムを使った骨シンチグラフィーです。ここに転移してるところがこういうふうに映ってます。ここに取り込まれてる、ね、で、ストロンチウムをやるとストロンチウムの正常放射線っていうのを使って画像化すると転移してるところにちゃんと取り込まれる。わかるでしょ。大人の場合もう骨伸びてるわけじゃないですから、転移した骨だけは老骨活性があるわけです。ですからストロンチウムはそこに取り込まれるんです。カルシウムと一緒ですから。そこでベータ線を出して、それで痛みを取るという治療をやるんです。で、こういうものってさ、死ぬまでの間骨に転移していずれ1年生きるか3年生きるか分からないけども、生きてる間とにかく痛みとくためるんで、こういう治療を僕はしておりました。で、なおかつこのストロンチウムの代謝を見ると、もう転移してるところにだけしっかり取り込まれてるけど、正常な骨にはほとんど取り込まれません。もう1日で 95% を失効になって出ます。これはその尿道の話も同じですよ。尿道だって日本人の場合はほとんど飽和されてますから、日常生活の食生活でほとんど出ていきます、ね、ですから問題は、例えばこういう全国のですね、がんセンターとか放射線科の先生だけじゃなくて、転移しやすいがんを扱っている診療科、肺がんの先生とか乳腺外科の先生とか前立腺がんを扱っている診療科の先生の中の有名な日本のトップクラスのたくさんの症例がある先生方に声をかけて試験をやりまして、これで、とにかくこれを投与すると8割ぐらいとにかく痛み取れるよと、鎮痛剤も強いものを使わなくていいよという論文を書いて、学会誌に論文を書いて、この論文をもとにして薬事法を通して日本で2007年にやっと使えるようになりました。10年前です。で、こういう治療所、ところがですね、放射線治療はほとんど皆さん医者もよく分かってなくて、これ見てください。これ2015年のデータ、これ
僕ある学会でこの治療薬についての特別講演会のあるときに売ってるメーカーからデータをいただいたんですけど、いや先生あんまり使われないんですよって言われます。で僕のとこだけダントツに300円使ってます。日本で2番目に使ってるのは今話題になってる東京医科大学の核医学の女性の先生が半分ぐらい使ってる163円です。うちの半分です。これで国立がんセンターはどこにあるかというと、がんセンター東病院が128例ですね。で、こういうことです。仙台厚生病院が118例。これも、ある先生がしっかり、専門的にこう、やってる確認の先生がいれば、出てる。ないですね。福島県は当然。ね。北海道だって、北海道だけのデータっていうのは、うちは300例以上ダメージ使ってて、北大や札幌大はこういう10例とか20例で型になるわけです。だからね、骨繊維の治療で痛みを取ってやる緩和的な治療に力を入れるなんて厚生省に言ってても、現場の医者はほとんどちゃんとまともにやってないんですよ。データにならないから、論文書けないから、患者さんの痛み取りましたっては論文になりませんから、新しいことでも何でもないから。これが医者の意識です。だから甲状腺の問題もそうです。こういうね、医者に対して出て言うもんだから嫌われてるんですよ、本当に。でただたまたまストロンチウム、骨に転移した人、いずれ転移して死ぬ人もいますから、必ずこの会場には。これストロンチウム1本注射打てば外来で、痛み取れるんですよ。それ受けれるのを今調べたら、これメーカーのホームページで掲載されてます。福島県がたったこれ5カ所だけですね。会津若松に武田総合病院、郡山に南東北、白川総合厚生病院、福島の県立みたい、それから藤田総合病院ですか、この5箇所だけこの薬は使えます。だから骨転移して痛みつどかったらこの病院で注射に外来で1本打ってもらえばいい。だそのくらいね、やっぱり力の面は上手に使わなきゃいけない、ね、で皆さんこういう基礎的にもう8年も経ってますから、放射線の基礎的なことは全部飛ばしますよ、飛ばします。ただ言えることはですね、今議論してるね、シーベルトだけで議論してることは全く認識です。実際には人体影響というのはですね、どんな放射線が当たったか、エネルギーの大きさはどうなのか、一番肝心なのは線量分布はどうなのか。線量分布って聞いたことありますか？放射線がどういうふうに当たってるかという問題なんです。分布なんです。放射線治療の歴史というのは100年間の歴史というのはですね、癌病棟にだけどうやって絞り込んで線量分布を良くして勝てるかという工夫の歴史なんです。なぜなら、放射線の影響というのは当たったところにしか影響ないんです。ね、当たったところにしか影響ないんですよ。ところが、内視鏡なんかに関して言えば、全く当たってないところまで全身化患者にして議論すること自体がいかに認識かと。まずそこから現もう根本的なところで皆さんね、疑問を持ってください。それから宣言は外から来るのか、中にあるのか、それからどのくらいその宣言が体内にとどまるのか。例えば骨神経もやりました。すごいベクレルです。だけどどんどんなんか、例えば6時間で消えちゃう、宣言が。だから影響が少ないんです。プルトニウムみたいなものが肺に吸い込んだら2万4000年死んでも墓場でも放射線出してたんです。全然違います、影響。それからどのくらい体積を浴びたかによって人体影響は違います。だから小さい範囲であれば影響が少ないんで、がん細胞にだけできるだけ絞るような工夫を医療では行っているわけです。で皆さん、これ内部被曝はたったこれしか飛ばないんですよ。たったこれしか飛びません。アルファゼルだったら40ミクロンです。細胞1個10ミクロンだとしたら、そこの周辺の3層か4層にしか放射線は当たらないんです。冷静に考えたらそうだよねって思うでしょ。ベータ線だって数ミリしか飛ばないんですよ。1グラムの細胞にしか当たってないかもしれない。それをなんでね、60兆個のね、全身化換算するようなインチキな計算するんですか。
だからこういう内部資格の計算自身がとんでもないインチキだということが皆さん気づいてください。ICRP の根本的な嘘はここなんです。だから全身、原爆による全身資格するという時に全身にどのくらい影響あるかということを考えればそれはいいですよ。外部資格の場合はある程度参考になる。ところが内部資格ではこの理論は全く通用しないということです。ね。で、今、放射線ではまずグレーに直して、グレーの時代の定義が1キロのものに1ジュールの熱を与えたときに1グレーで定義しています。1グレー、じゃあ、7シーベルト浴びたらね、7シーベルト浴びたら、これ、致死線量です。全身資格。60キロの人が7シーベルト浴びたら720ニュートンです。燃料に換、エネルギーに換算したら100カロリーです。おにぎり1個、150キロカロリーです。おにぎりの1500分の1で死ぬことになります。放射線のエネルギーというのは。これ、インチキだよね。全然こういう熱量換算によるグレー自体が、人体の影響を全く反映できる単位になってないということです。そういうグレーを使って、さらに、あれですね、線量の個性係数とか、組織荷重係数を使って、シーベルトにして全身化換算するわけです。こんなインチキないでしょう。組織荷重係数なんて全く実証性はありません。ICRP が勝手に都合よく、恣意的に作った係数でしかありません。何も動物実験で証明されているわけではない。こんなね、物語で皆さんね、騙されてるんです。科学じゃないんです。例えば僕が喉頭がん、ここにこうあります。たった耳かき一体の喉頭がん、声帯が動くたびに声がかすれる、小さく。だから一気に見つかる。で、2グレーを30回かけて60グレーかけました。ここにだけこういう範囲で 5×5 センチぐらいの範囲でかけました。これもね、ICRP の言うね、シーベルトに換算したらね、なんとどんどん8シーベルト。俺、実践量かけてんだよ。ここにしか影響ないのにさ、シーベルトに直したらね、ほとんど半実践量かけてることになる。いかにおかしいかって分かるでしょ。400人以上喉頭がん治療したけど、ダメシンとして死んでませんよ。いかにシーベルト換算というのはおかしいかってことです。だから医学では一切シーベルトなんていう単位は当てにならない認知な数字だから、単位だから使いません。ところが原発事故起こったらみんなシーベルトだけで議論してる。こんなおかしいことないでしょう。ちなみにですね、今例えば腰部治療やりますね、甲状腺がんで。転移したとか残った血から陽動治療します。これ陽動治療なんてね、このくらいの量投与するだけです。投与する、甲状腺がんの肺転移だとして治療法がないから陽動を飲ませる。普通の使ってる常用量を飲ましたらシーベルトで治すと163シーベルトだって。15シーベルトも浴びたら即死ですよ、ね、その10倍浴びたって全然死なないよね。効果もあまりないよね。おかしいと思いませんか。シーベルト換算自身、これアメリカの核学会の計算です。シーベルトに直した。だからシーベルトっていかに認識かってことなんです。内部資格、特に内部資格なんかので、実際に ICRP も分かってて、いいですか、最初人体影響、放射線の医学的利用で、やっぱり放射線のうちに健康障害なんか出たって、28年に国際的に医者が集まって、放射線の管理をしようということで、ラジウム統合委員会が立ち上がりました。そこにですね、46年にアメリカのマンハッタン計画に関わった人たちが、どんどん入ってきて、ほとんど医者だった委員会が、3分の2が核物理学の医者でない人が入ってきて、マンハッタン計画。それで、NCRP という組織になりました。それがですね、
4年後にこれが発展的に解消して ICRP になりました。ですから今の ICRP のこの当時のメンバーも3分の2は医学と関係ない核兵器開発に関わった人たちがメンバーになっちゃった。そうするとおのずと ICRP の性格ってどんなものか分かるでしょう、皆さん。それでなおかつここで作られた第二委員会というのは内部被爆のに関する委員会だったんだけど、2年後には審議を打ち切りました。内部被爆に関する報告書が出たらまずいか、原発政策を進めれないか、分かるでしょう、こういう歴史がある。だから内部被爆を隠す歴史が1952年から国際的に始まっているわけです。それでなおかつこの時にですね、この内部被爆の委員長をやってたカール・モーガンさん、この本でなんちゅうことない、 ICRP は原子力産業界の支配から自由ではない、原発事業を保持することを重要な目的とし、本来の崇高な立場を失いつつあるということで、コストを考えたらですね、それから労働者の健康を考えたら隠さなきゃいけない。だから52年から始まってるんです、なんちゅうことない。だから原発投下してから内部資格を問題にしたり残留放射線を問題にした志田修太郎先生なんかにはもうとんでもない脅迫を受けたことが行われてたんですね。それから日本のまともな研究者も内部資格の研究やってたら次の年から研究費ストップするわけだ。そしたらまともなやつをみんな辞めていくわけですね。内部資格も、まあ実はね、健康しないのは本体なんです。一番深刻なんです。そういうことを隠すために今のシーベルトに換算するやり方、外部資格しか議論しないやり方をしているわけです。で、実際に外部資格に関してだってさ、実際に測るとしたら今言ったようにこういうのはとんでもないインチキな単位だということが分かりますから、何やるかというと結局差し当たって測れるのというのがありますね。しかしこう皆さんご存知のように一時期こういう2台ありましたね。で、1台はこっちになってこっちになって富士電機になって国産になって、それであれですよ、中で操作して4割ぐらい減らしてるわけ。皆さんだから戦後姉妹出たってね、戦力との相関でないですよ。壮大な時期福島で人体実験やっておきながら線量と健康被害の分析ができないんです。モニタリングコストが参考になって新聞に載って、その数字自体が4割減らしていたから、100キロの体重の人が体重計に乗ったらね60キロなんだって。これは嬉しいかもしれないけどだけどモニタリングコストの操作っていうのはもちろんスペクトルメーターもなってません。こういう認識やと。で、なおかつ、個人専用計を配ろうとしたら、当時事故起こったときに2万個集めて、国立がんセンターの総長、加山総長が配ろうとしたら、厚生省の議会に止められました。ね。それで1年、2年経って、線量が少なくなって配り出しました。そしたら線量が低くなったんで、大体10分の1から20分の1です。ガラスパッチの検出限界は10マイクロですから。だからこんなインチキなものをね、個人モニタリングにして、線量低くなってから与えて、線量低いからもう戻っていいなんて、基幹政策の騙しの手続きにして、ガラスパッチを配り出したわけです。ね、大嘘ですよ。それから、今言ったように、内部資格はゼロ査定です。測定もしないし、考えもしない。これで皆さんに本当にね、騙してるんです。もっと騙してるのを言いましょうか。3号機は核爆発そのものです。政府のスポークスマンが3号機も爆発しましたと、1号機です。と言ったもんだから、東電も先に政府が言っちゃったもんだから、まあそれに合わせようって話になった。3号機はまずピカが開けてます。ピカ、1万度以上の温度で核爆発して、それでキノコ雲が出てる、3号機は。煙の出方を見ただけでも違うでしょう、まったく。水蒸気爆発でこんなピカが出ることは全然ありません。これ報じられましたか？
捨てられてる。これは藤原さんという北天でも働いた原発労働者がネット上で拡散したんです。だから核マス核なんです。だから東電の幹部はおいどうするどうするって困惑してるわけです、ネット上当時。でも政府が言ったんだから水素爆発だけに絞ってよいって、はいそうですね、スピード勝負だから水素爆発で補償を合わせた方がいいと思うよって、政府がそう言っちゃったから先に。こういうね、嘘がね、はびこってる。だから何が起こるかというと、とんでもない放射性微粒子が飛んでくるわけです。水素爆発でこんなに放射性微粒子が飛ぶことないんですよ。それで内部スタッフと外部スタッフどうですこれ。我々使ってる注射器2万くらい放射線かけてめっきりしてるんです。出前の長さし食べたかったら放射線にどんどんかけたら食べれます、めっきりできます。日本で食べ物に放射線かけてもいいのは昔はジャガイモです。これでハスナを抑えてました。150くらいかけて放射線残ってないでしょ。ここに一回突き抜けるだけなんです。だから大したことないんですよ。今日放射線残ってませんね。だから例えば CT 撮りました、レントゲン写真撮りましたって言って一瞬突き抜けるだけなんです。だから影響は少ないんです。それを変に仕入れると考えしてね、いや異常死亡のこれだけだって言って言ってるけど、あれも大嘘なんです。皆さん必要があれば放射線の検査受けてください。特に年寄りなんて関係ないですから、ね、本当に冗談でなく。もう先生放射線の心拍なんて心配なんですけど、70ぐらいのおばあさんに言われていい加減にせえと思う。そんな説明する時間ないよ3分心臓の中で。で例えば内部スマートだったらこの典型はこれです。これは長崎のプルトニウム爆弾を浴びて死んだ人の検体を60年後に長崎の大学の七条先生がアメリカから返してもらって分析した。これ肺です。肺にピッピッと放射線が出てます。アルファ線だと。これは腎臓です。これは骨です。ピッピッとだってね、2万4千年ですかね、プロツニウムのプルトニウムの半減期。2万4千年前って何ですか。ネアンデルタル人の時代ですね。ずっと墓場まで出てるわけだよ。でそこでずっと出してたら影響ないことないよね。しかも影響あるのはこの当たってるここだけなんだよ。それもなんで全身化換算するんだよ。関係ねえだろね。えこの例え外部磁爆っていうのは薪ストーブに当たって暖を取ること、エネルギーをもらうこと、温まること。影響少ないよねこんなにね。内部磁爆というのはそこで燃えたぎってる粉末を口から飲んだらここだけは確実にやけどしますよね。全身に影響関係ないよね。例えて言えばこの違いなんです。だからこの今皆さんこれジャガイモだって今全部日本ではやめてますね。放射線かけてません、面倒くさいから。何やってるかというとポストハーベスト農薬です。農薬をまぶして発芽を抑える。決して体にいいことはない。子供にはだからジャガイモの皮は食べさせるの、少なくとも。これはジャガイモの十勝の工場です。この真ん中にコバルト天然を置いててジャガイモをこういうものに入れてぐるぐる回してジャガイモの発芽を抑える磁爆放射線をかけてる。放射線残ってないでしょ、ジャガイモに測ったって。だから日本は一番少ない、世界中に上がっていますね、これはね。で例えば仮にですね、これ南東病院 の, あの講義にしてる先生から言ってください。陽子線治療が入りました。民間で日本で最初に陽子線治療が入りました。でその時にですね、陽子線をここからこう出してここに当てたと、この腫瘍に当てたと言ってすぐですね、ペットで写真撮って、で陽子線というのは粒子線ですから、粒子線がここに当たったのが後からちゃんと画像を化して消えてます。すぐ消えちゃいますけどね、すぐ消えちゃいますけど、こういうところでこうきちっとここにこう当たってますっていうことが画像上でも証明できる。それは粒子だから、
人だけじゃなくて、そこに粒子が当たって画像に映っているわけです。この違いがあるわけです。で、問題はこういった事故を起こった時に、15日に出た3号機が爆発した後に、筑波の気象研究所の足立さんという人が PM2.5 を測ってた。 PM2.5 を測ってたら、なんとこういう微粒子が見つかる。セシウムの微粒子も見つかる。 2.6 ミクロンでセシウムが合わせて 6.5 ベクレル含まれる。ここにピッと出た、セシウム。で、この中継の 2.6 ミクロンのセシウムパーティクルです。水につけて処理したんだけど、全然形が変わらない。ということは不溶性だと。これすごく大事なことなんですよ。セシウムだったら、例えば子供だったら1ヶ月ぐらいで半減しますよ。大人だったら93ヶ月ぐらいで半減しますよ。生物学的な半減期のテーブルが発表されてますよね。あのデータは全てセシウム単体としての、ほとんど単体としてのデータなんです。それをやった保育園の物理学者というのを僕、声にしている人で、先生、なんで測ったのって測ったら、まあ、そういうことです。ところがね、放射性の、これセシウムじゃないです。セシウムを含んだ微粒子なんです。爆発したときに、原子炉を作っている鉄だとかいろんなものが一緒になって合体して、小さな微粒子、セシウムを含んだ微粒子なんです。で、なおかつこれが不溶性だと。だからセシウム単体じゃなくて不溶性だっていうことがすごく大事なことなんです。区別しなくちゃいけない。だから簡単にですね、セシウムを含んだ問題は、だからこんなね、放射線を含んだセシウムの微粒子が空気中に飛散したから、南相馬の車なんて真っ黒ですね。これ土浦ですね。東京の北区でも真っ黒ですね。ネズミを取って解剖したら、とんでもない量が蓄積してる。で、軍手だってこういう放射線粒子がくっついてるわけです。皆さん事故当時全部これを吸い込んでるわけです。なんかそれで、例えばだからこの南相馬の吉田さんが測ったら、 T シャツの中に糸の繊維の中に粒子がもう入り込んでるんですから、選択肢も取れない。測ってみても130ベクレル出てる。それから空気中に浮遊してるわけだから、当然髪の毛にも出ます。だから南相馬の床屋さんが1キロ集めてアメリカに送ったら110ベクレル髪の毛にもついてますよということになります。こういう生活環境の中で皆さん方は、福祉の方々は生活してたわけです。で、これはなんとですね、南相馬の小学校の前にダストサンプラーを置いて、このダストサンプラーをですね、のフィルターを、南相馬の市会議員の、大山浩一さんから送ってもらってもらいました。それで、イメージングプレートと合わせて現像してみますと、もちろんこういうもので測っても測れません。ですけども、画像にしてみると、なんとセシウムのパーティクルが、大小たくさんあります。これ2013年ですから、2013年の7月ですから、事故と起こして2年経ってもこういう空気の中にこういうセシウムを含んだ微粒子が飛んでるんです。これあまり汚いんで10分の1の感度にしました。10分の1の感度で処理してもこういうセシウムの微粒子が空気中に浮遊してるんです。これがこういうフィルターで引っかかっています。これ体にいいわけないよね。体にいいわけない。だこれね、実はね、チェルノブイリ事故の時だってね、ちゃんともう証明されてて、いろんなものが出てます。で、溶解しやすい、水に溶けやすいとか分解しやすいとかっていうものによって、これ3つぐらいに分けて、3つ4つに分けてチェルノブイリはちゃんと報告されてます。日本の御用学者はこれを知らなかっただろうね。だからこの番組でできました。2014年の12月末に E テレにありました。こうして微粒子のこの問題を取り上げたわけです。で、番組作るときに御用学者にお伺い立てた、アイスラルピンに詳しいという専門家、有識者で、
いや、わかりませんね。放射性微粒子のこと全く頭にないから、わからない。だからタイトルが謎の放射性粒子を得るタイトルだ。わかるでしょ。いや、僕にちゃんとこうこうこうだよって説明したら、ちゃんとした番組作れたのにさ。ね、どうにしようか、もう相談してくれりゃいいのに。だからこんなものもね、謎があって。それでこれ、さらに、17年の6月に、去年の6月に、また、これ、あれだね、クローズアップ現代でもう一回取り上げてましたね。今、ここは6年、未知の放射性粒子。未知じゃねえだろ、お前が未知、無知なだけだろ。ねえ、御用学者が無知なだけだろ。全然未知じゃない、現実としてあるんだから。で、さらに、これは28年の2月に、東大のグループが発表してた。計算と一緒になった微粒子があった。偉そうに言ってんだよ。お前たち今まで分かってなかっただけの話なのにさ、放射線汚染の新しい形態を示す、今後の環境中の放射能の動態について有益な知見を得るものであるって言って、あたかも最初に見つけたような、ね、業績作ったようなこと言ってる。今までお前が知らなかっただけなのにね、東大のバカで。東大ってのは東京大学って言いますね。僕はね、東の大と書きません。頭が狂ったっていうだけ、東京大学っていう書くようにしてます。それで、じゃあ、この微粒子の体積によって体内状態は全く違うんです。実は体内状態、今日のテーマになっている長寿命放射性元素を体内に取り込む証拠につながるわけです。いいですか。PM2.5 は何で問題になるの？これはですね、PM2.5 が問題になるのは、肺胞に吸収、入っちゃうからです。だから中国でも、あるいは大気汚染があると、20代から肺がんが起こってたんです。今、中国では。日本人なんて多分ね、20代から肺がん出てきますよ、これから。PM2.5 以下だったら、肺に入っちゃう。それより大きいものだったら、ある程度ね、人間の体の防御機構があって、気管粘膜は重毛運動というのがあって、異物であれば外に出そうとする働きがある。だから花粉なんか吸い込んでも、花粉なんかは吸い花粉なんか40ミクロンぐらいですから、いいですか。こういうものだったら全部ね、気管粘膜の重毛運動で痰なんかになって外に、ね、ダメって出るわけです。だから精子なんです。だから小さいものだったら肺胞に入っちゃう。タバコの煙は1ミクロンですから、そうすると肺胞に入っちゃうとこはこういう真っ黒の肺になっちゃう。タバコやめてくださいよ、こういう肺になりますから。で、だから当然肺がんにもなるし、肺腎がんも落ちるよね。で、100ナノ、ナノテクノロジーとかナノの科学ってよく言います。一般的にナノテクノロジーというのはですね、100ナノメートル以下のものを言います。107以下。これインフルエンザウイルスと同じぐらいです。このサイズになっちゃうと、細胞膜も血管壁も通っちゃうんです。これが大事なんです。だから、放射性粒子がこれ以下であれば、血管にも入るし、細胞膜にも、入っちゃう。だから、血管にも入るから、お母さんが妊娠してれば、胎盤を通じて、赤ちゃんにも行っちゃうんです。だから、先天障害が起こるわけです。こういうものが入って、なおかつその元素が非常に長寿命であれば、ずっと影響、そこで放射線を浴び続けるわけですから、影響がないというふうに考える方がおかしいでしょう。こんなペースでやったら全く終わりません。時計がないんだね。眠ってる人いないから2時間喋ってるんですかね。2時間ね。で、これ実はね、去年かな、その落とした、こういう本が出ました。これタイトルです。原爆被爆者における健康障害の主要因は、これ論文のタイトルですよ。放射性微粒子の被爆であるっていうタイトル。これ岩波の科学っていう雑誌に載りました、8月の。これちょっとタイトルは、問題はあるんですけど、いずれにこういうタイトル。
確かな大滝先生と大滝先生って広島大学の原爆放射線医科学研究所の教授です。ちょうど3月にリタイアしたんです。大滝教授はリタイアしたから8月頃にこんな論文を載せたのかもしれない。だって雇用学者の創出みたいなもんだからね、広島の原爆研究所ですから。でやっとねこういうタイトルで論文書いてでね、原爆落ちてから若い軍隊の、まあ、広島に入ってて、要するに中央活動したわけですよね。でその人たちが後から調べてみたら結構健康障害が出てた。 NHK と共同研究してこういうデータ、粉塵をたくさん吸い込んだ人、結局2キロ以上でも2キロ以内でも最終的には放射性微粒子を吸い込んだ人が健康障害を起こしてるね、わかるでしょ。僕ね、この論文読んでさ嬉しくなっちゃって、大滝先生にメールしたさ、70年経ってやっと分かってくれましたかって、いや、見たらしいメールしたんだそしたらその年の12月に呼ばれて広島でシンポジウムっていうか討論会やったんですよね。やっとね、まともな人は気づいてくれた。うん、これもまさに70年経った真実です。雇用学者がリタイアしてやっと発表した、やっと70年経って気づいた真実。なんで今までこういうことがね、ちゃんと伝わらないんだ、報道で。で、なおかつ先ほど言った放射性微粒子で体の中に入って不溶性だっていうことがどういう意味を持つか。これね、不溶性でなければね、セシウム単体だったらこうやって水に溶けてバラバラバラってこうやってね蓄積するけども、全部こう最終的には出ていく、ある程度。ところが水に溶けないでここに留まってれば、ここだけとんでもなく放射線が当たるわけです。そうでしょ。そしたら細胞を障害されるよね。だからって分かるでしょ。だから水に溶けるか溶けないかっていうことがすごく大事なことだっていうこともお分かりになると思う、線量分布。そしてこれだけ報道されたらですね、この明石市広域圏のトップですね、日本の放射線防護学を牛耳っているトップです。この人札幌に来た時大喧嘩したことがあります。10年ほど前に僕泊まり原発 の、 一応緊急地震学医療の委員にもなってたんで、この人が東京から来て偉そうに喋ったから違うだろうって言ったら大喧嘩になってね、会議がめちゃくちゃになりましたけど、いずれにしてもこういうやつがね牛耳ってる。でこれだけ証明されちゃってから初めてさ、内部資格大きな破壊力なんていうインターネットに落ちてるわけ。がんや白血病のリスク高まるなんて、やっとこういうことを喋ってるわけだ。そして微粒子がこれだけ報道されたら、どれだけ勇気かってことになったの、こいつが。本当にひどい。なんていうか人間としてのね、なんていうかな、最低限の節度を持ってない、僕が言わせて。こういうのがインターネットで見たら怒るだろうね。だから僕バッシングされるんだ。で、例えばね、鼻血問題の経験ですよね。これ、緊急地震医療マニュアルに書かれてるんです。事故起こったらみんな鼻かめよと。鼻を掃除せよ。言ってんだよ。吸い込むから。ね。これ、政府が作った被爆マニュアルに書いてるんですよ。ところが、この永田さん死んじゃったけど、鼻血は放射線のせいではないなんて大嘘です。チェイヨムイの時だってデイリージャパンで、もうとにかく5人に1人は鼻血出してるというようなことを記事にしてますけれども、これ今言ったことを言ったらわかるでしょ。何しろない鼻のここに溜まるわけです。ここは粘膜が、静脈が全部合流して一番薄い血管で、この脂質と粘膜の境界です。ここを聞いてれば軽いって言うんですけど、ここに大体鼻血が溜まるわけです。ここは、ね、静脈が密集する場所だから、一番そこに放射性微粒子がくっついたら、粘膜にもろに当たるわけだから、鼻に出るわけです。骨髄腺瘤関係ないんだよ。骨髄腺瘤が本当にね、やばくてね、たくさん当たってね、止血系血小板が少なくなって、止血系とかなんて思ったらとんでもなくなるよね。歯に泣いたって歯茎から血出るよ。ちょっとぶつけたって歯下出血起こるよ。年老いだったら脳出血も起こるし、消化管出血も起こって命取りになるよ。違うでしょ。鼻血だけ出るのは、まあ、自分は放射性微粒子の微粘膜にくっつくからです。
出陣してますから、法政留置はそこにべったりつくわけでしょ。ところが、2年間、うちついて話してるだけです。こういうね、ことが、こういうことが理解できない頭の人たちなんだ。政府の人たちは。で、いろいろ放射線の測定方法というのがありますけどもね、一番正確なのは直接放射線のこの量を電気信号として受け取ることですね。ところが、放射線の量を測るこの真空中のこの量は、一水水弱の、まあ、容積があるわけですね。放射線粒子ここにくっついてても、これ全体に希釈されますから、本当の粘膜に、この微粒子直接ここに何も出てるかっていうことは測定できないんです、技術的に。放射線粒子の接してるところ何パー放射線が当たってるかっていうのは、技術的に測定できないんです。だから例えばここに5ミリぐらい離れてたらさ、5ミリぐらい離れてたらここから当たってる、ここから出てる量が、ここ全体として受け取りますから、5ミリぐらいの量がこのぐらいかなって測定できます。ね。だから、放射線粒子の5ミリ内側っていうのはほとんど正確には測れない。技術的に。だから5ミリ以上離してから、ここである程度正確に測れるということを、まず、知ってください。だから、放射線粒子がべったりくっついてあって、その粘膜に何個当たってるかっていうのは測定できないんです。だから、一旦ごまかせるわけです。だけども、しょうがないから、セシウムだったら、ベータ線もガンマ線も出しますね。これ、ガンマ線です。5ミリぐらいのところだったら、ベータ線といいや。ベータ線で、5ミリのとこ、したら、もうほとんどベータ線は出ません。出てません。もうほとんど 0.1 ミリぐらいの半分ぐらいになってます。本当にね、沈黙はとんでもないか。だから、どうする？わかるかな？要するにここに、放射線粒子が粘膜につけて、血管の下にある粘、血管にたくさん当たるってことがわかる。こういうふうに当たってます。ね。だから、正確な制御が測定できないほど、沈黙はとんでもなく当たってる。これは、モンテカルロ法っていう特殊な計算で作った、分布です。だから僕は何やってるかというと、放射線、こういう水に溶けない放射線粒子を、これゴールドグレープという小さな粒です。1個7000円の粒。それこそ、東海村の電子炉で作ってもらって、この粒をですね、7000円です。これを、歯医者さんに2万円かけて、この型を作ってもらって、ここにプツプツプツと並べるわけです。で、アロワーサーでしつけるわけです。で、写真撮るとこういうふうに並んでますよってわかりますね。で、実際にこういうのが例えばこういうふうに線源をこう置くと、これとは違いますけども、こういうふうに放射線が当たります。これをカパッと、外から風船かけて、50ブレーかけて、あと、で、でこぼこをちょっと平らにしてから、カパッとこれで密着して照射する。で、こうやって密着して照射したら、ここだけやれば、これ3年後の写真です。きれいに。たった12個、かける7000円だから、なんぼだ。8万、なんぼ、5000円だ。払うだけ。市議料は2万円。僕、自覚して2万円だ。こんな得な治療ないじゃん。だから、感染者が一人の井原先生って、院長先生が、お前は一番安く治してる医者だねって言って、変な褒め言葉をいただきましたけど、まさにこういう治療してた。これはまさに宣言が密着してればとんでもない量がこっからダウンが合うわけ。だからね、その10分の1って話も出るでしょう。こういうのやったことのない医者だから、わかんない。放射線に一番効かない悪性黒色腫という病気だって、これこう、不治中黒色腫。朝日会大から研修に来た若い先生が、朝日会大に戻って、大学としては全員ダメ。全部の科はギブアップ。先生何とかできますかって送ってくれてました。僕は今のような、上顎を全部覆うようなプロテーゼ、型を作ってもらって、今のような密着する治療をしました。これ10年後です。綺麗に治ってます。これはもう本当に、職人の仕事ですね。
で、これで見てほしいのは、1年経ってもまだ黒いところちょっと残ってるんです。ね。どういうことかというと、がん細胞も傷ついて、徐々に分裂能力を失って消えていくんです。分裂しない。突然死じゃない。刺すんですじゃない。即死じゃないんです。分裂過程で傷ついた遺伝子になるために分裂できなくなって消えていくっていう。これをね、皆さんね、逆バージョンで考えてください。正常細胞の場合に放射線当たっても、1回目、2回目分裂するには何も傷がなく分裂できてるかもしれない。だけど傷ついた遺伝子は、経済的に引き継がれますから、何代か後に影響が出てくる。ということを考えなきゃいけない。それが何代も、何年も経ってから発がんにつながったり、何代か後もこの子孫に影響が出てきたり、ということになるわけです。皆さん想像力持ってください。放射線の影響というのは多分ですじゃない。分裂かけて傷ついた遺伝子がこうなるということです。それから、時間が足りないね。全然足りない。もう一つはね、言ったように、セシウムだってアルファ線、ベータ線出すことを言いました。で、例えばこれは、こういうセシウムの粉末を封入して、ベータ線を全部カットして、ガンマ線だけで出して、この管にこう、針を刺しました。セシウムの針です。爪楊枝のものです。そうすると、ここから、ここにだけ当たります。いいですか？ここにしか当たらないんだよ。内部被曝ってのは。だから治療した後、やけどが切れれば、なくなれば、きれいになる。これが内部被曝での話です。そうすると僕はね、内部被曝の線量計算は、この線面から放射線が出て影響あるこの範囲の細胞、ここから5ミリ外側のところで線量計算しています。ちょうどやけどが起こってる範囲です。ここに何個当たるかっていうことを計算して治療をするわけです。決して、シーベルトなんていうインチキな単位では治療できません。わかるでしょ？こんなの全身が換算してどんな意味あるの？全くインチキだろ。だからこれ全身が換算したらね、線量として大雑把にね、10万分の1になります。で、今、毎年からも線量少ないから心配ないよって10万分の1の線量に言ってね、当たってるところの細胞の。それで皆さんごまかしてさ。で、インチキだよ。そして、なおかつね、内部被曝のそういうインチキな計算をして、内部被曝も外部被曝も線量が同じであれば、影響は同等と考えるっていう、こんなことを言ってるわけ、ICR っていうのは。おいおい、そうだろう。ね。はい。それで、セシウムだったら、こういった、予託線量を計算する内部被曝の線量計算だったら、呼吸で吸い込んで、1ベクレル吸い込んだったら、補正する係数が 0.013 マイクロシーベルトっていうふうになってますから、ベクレルの計算では。7万7000ベクレル、体に入らないと1ミリシーベルトにならないんです。そうすると、福島のインチキな民放ニュースなんかが、全員1ミリ以下だと、内部被曝の量。嘘だろ。7万7000なんてセシウム。飲んでごらん。死にますから。本当に。こんなインチキなものが新聞記事になるわけだから。どうしようもないわけですよ、皆さん。あ、内部被曝1ミリ以下なんだ。心配ないんだなと思ってる。大嘘ですよ、こんな補正係数。ちょっと時間ないんでやめましょうかね。内部被曝って実際にはいろんな生物学的にはいろいろあります。一つだけ言うとね、細胞が1個が2個になるのにぐるっと回転します。DNA を作る準備して、DNA を合成して分裂していきます。で、1個が2個になります。だけど、その分裂過程で、この M 期、分裂期っていうのに一番感受性が高い。同じ放射線の量をボンと当てても、分裂期のところは非常に影響が多くて、ほとんど死んじゃう。ね、あんまり分裂してない、休んでるような時期は、そんなに感受性が高くない。だけどね、そこでずっと放射線出し続けたら内部被曝の場合、必ず M 期の細胞にも、S2 の細胞、G2 期の細胞にも当たりますよね。だから余計影響があるわけです、確実に。一瞬放射線浴びるだけだったら、ここら辺の細胞はやられるけど、ここら辺の細胞はあまりやられないということになります。
内臨近くの場合は時間的には必ず NT も当たりますよね。そういう影響もあります。それから LEDT、 はい、それでね、それから例えばこういった電離する密度が違います。さあ、やんばプツプツプツって電離する場所が起こるのと、一つだけ密になってこうやって電離起こるのと、同じ個数でも細胞障害線が全く違いますよね。そうでしょ。だから今例えば炭素イオン線とか放射線中は重粒子線治療なんかはこういう影響が強いから、こういう細胞の当たり方をするからより効果があるから開発されているわけです。でこういうね、 LED っていう線エネルギー使用っていう概念から言うと、一番ですねエネルギーが、同じエネルギーでも放射線の当たり方で細胞障害性を作るのは核分裂生成物です。で一番主義は普通に使われている医療用の液性です。こういう違いがあるんです。こんなことね、何も70年前の原爆をされたことは分かりませんでした。 ICRP の徹底的な認識はこういった最近の放射線生物学の見識というのは全く取り入れられてないんです。まあだから放射線微粒子のものを東京なんかにもしっかりとブルームが飛んでますから、やはりこれ大山浩一さんが東京でですね、東京の国立博物館の前でこういう土の隅にある黒いものを集めたらとんでもない量の1キロ当たり35万ベクレルとかね、4万ベクレル以上あったら放射線管理区域にならなきゃいけない、ね、その9倍もあるような黒い物質が東京の隅に、路肩の隅にあるわけ。もちろん南相馬の方ですので南相馬でもたくさん見つけている。こういうものは実際にプルームがその道路に落ちているものと一緒になってなっています。こういうものだけど吸い込んで吸い込むんで風なんか吹いて、だから斉藤さんというこういう物理の特定の専門家が16年の4月の塩田テクノロというガラスマッチのメーカーのニュースに書いてました。ここに50年住んでたら福島の人は西イベント2000ミリシーベルトありますよ。これは森田線量のだけじゃなくて土壌汚染も含めてトータルに考えた場合このぐらいになりますということです。今の子供が50年生きてどうなるか、壮大な人体実験です。今やられた。で僕も内部資格に関してこういううちにある椅子型のホルボディカウンターでやりました。8月からやったんです。で実はね、内部性は全く測定しなかったでしょ。で頭にして僕やったんですよ。で一番最初にやったのは長崎大学でやりました。心配な人長崎まで行って1万円でやっておられたんです。1万円取られてやった。何人かやった。わざわざ福島から長崎まで行くの大変だよね。で2番目に早くやったのが福島県立医大に始めた。ところが一つはね、問題があって、一般人はダメ、行政から陽性があった人だけ測定した。それからもう一つは線量がバックグラウンドが高いんで正確な測定ができなかった。この2点があります。それで僕も頭に来てやると思った。僕委員長だから何でもできたわけです。極端に安倍さんと一緒です、ね、何でもできた。安倍さんは悪いことするので僕はいいことしかしませんから。でうちにあったホルモディカウンターをというのは泊まり原爆が事故起こった時に日爆医療機関でやってたんです。それでホルボディカウンターあった。これはホルボディカウンターがあったんだけど、これもともとはですね、例のあの美人感傷の事故が起こってから開発された機械だ。大人を測る前提で作られた機械だ。それで子供を測るっていうプログラムは全然入ってなかった。それでメーカーにプログラムを入れてもらって使えるようにしたのが1ヶ月かかったんです。それで8月1日から10月中旬まで2ヶ月半やったんですけども、その時は僕はですね、長崎大学に行ったら1万円の取ることしないで2700円で、それは初診料です。初診料の2700円だけで何人かな、3000人弱やったんです。それで僕が見た時にですね、やっぱり出てるんですよしっかりと。
ペテロです。ペテロです。これ9月10月にやって半年後にやったって出てる。なんでこんな風に出てんだ。放射線だったら一回普通に突き抜けて終わりなはずなのに、出るっていうことはなんか放射性物質として体内に入ってんだってことなんですよ。ね？なるんだ。2800人ぐらい自分で全部測定したわけですよ。ね？で、皆さんこれは札幌に逃げてきた人たちの親御さんまたを測定したんですね。で、結局放射性物質として体内に入ってる。これはタラチネのデータですね。今年の4月にいただいたんですけども、あれです。タラチネの岩手の子供たちですか、福島の子供たちが、17日間、なんか海外に行って保養したそうです。保養前と保養後で調べてみたら、みんな白くなってるんです。この人だけちょっと上がってるんですけどね、海地さんなんか吸い込んだのかな。ということはね、2週間でもこれだけ下がるということは、日常生活の中で放射性微粒子を体内に取り込む生活環境になっていると。それは食べ物っていうより多分一番関係しているのは呼吸でしょうね。空気から取り込んでるんだと思う。だからこれ今年のデータですからね、これ。だから保養というのはそのあながち意味がないとも見えないですね、この数字見たら。ということになるんです。皆さんだっては何も測ってないだけです。必ず出ます。測ってたら。時間がないから飛ばしましょう。ね、とあともう一つ放射性微粒子の話で言えばね、福島心臓のポップ粒子がどんどん増えましたね。どんどん増えました事故でね。でこれ何ですか。先ほど言ったようによくねこういうやつがいるんだよ。バナナだってカリウム出してると放射線出してると、あれね決定的なのは先ほど言ったように放射性微粒子でしょ。体の中のカリウムっていうのはですね、こういう専用のチャンネルがあるんです。カリウムとかナトリウム、細胞の膜にですね通る専用の道があるんですね。それでバランスを取ってるわけです。だから心筋の細胞なんかでもカリウムが細胞内と細胞外にカリウムが出入りしてバランスを取ってるわけです。それがバランスが崩れると電解質、そういう電解質異常が起こると心電図異常が起こる、電気信号の異常が起こる。そうすると場合によっては心室粗動とか心室細動になったらまさにポックリしてる。血管が詰まる心筋梗塞とは違うんですね。だからアメリカの死刑執行はカリウムの点滴だよね。日本はギロチンやってるわね、首吊りやってるわね。アメリカはスマートにカリウムを点滴する。そうすると心臓止まっちゃう、カリウムのバランスが崩れるからね。だからこのカリウムがね、出入りするのがね、いいですか、今のようなカリウムとくっついた放射性微粒子がサイズが全く違うんです。普通のカリウムだったら 0.2 から 0.6 ナノメートルのサイズです。ところが普通の今回のような事故で放出されたカリウムなんかでは中とくっついてますからサイズが何万倍も大きいわけですね。だからあのカリウムチャンネルを詰まらしちゃう、わかるでしょ。そうするとカリウムのバランス崩れるでしょ。だからポックリ死が起こっちゃう。心筋梗塞とは違うんです。これもまさに体内取り込みによる異常なんです。それで体内に取り込んだ放射性微粒子がどのぐらいのサイズかによって全く違います。まあそれからその後は肝だけじゃなくていろんな報告が出てます。セシウムを体に取り込んだらどのようになる、ホルモンが崩れるとか遺伝子の発現をするとかビタミン D の代謝に影響が起こるとか睡眠にも影響があるとか性ホルモンやストレスホルモンなんかの分泌にも影響があるとかっていう論文がたくさん出てます。細かしいこと言ったら聞いない、時間がないんでトリチウムの話します。この何にも分からない頼むけだけした頭のないような河村高志という今の会長と自分を流す。で、経産省のタスクフォースも、とにかくこれだけで考える。一番安いのは海洋放出ですから、タスクフォースも5つの案を出して、一番安い海洋放出しようとしてるわけ。東電の社長もそう言ってるわけだな。
まあ、とんでもない話。まあまあ、本当、呆れる。31日に僕、東京会場で経産省の公聴会で5分喋ってました。応募したんだよ。応募したら当たっちゃったんだよ。後から連絡して5分ダメです。提出書類も A4 1枚です。バカ言って。それで、予算全然出ないんだよ。だからもう7万円ぐらい。ね、福島なんかはね、もうこれ、こういう会、講演会2回の前で分かってるんですから、早くて返して、調和に来るわけですよ。で、1週間前に決まった話だから、調和の側も聞かない、ほとんど整備の料金で自腹切ってさ、手弁当で行ってきました。たった5分だよ。で、聞いてるうちに、あんまりにも健康問題については全く無知なバカどもがやってるわけだからいいよ。腹立ってきてね、真実は静かに語れっていうふうに僕よく言われてるし、あんたは喋りすぎないでねって、よく場合にも注意されるんだけど、腹立ってね、ここで5分間喋ってきましたけど、全くわからない健康芝居に。で、実際にですね、トリチウムっていうのは、これ、平均エネルギーが 18.6、あ、最大エネルギー。平均エネルギーが 5.7 キロエネルギーです。で、エネルギーが低いからね、エネルギーが低いから、危険じゃないと。自然界にも存在すると。だけど考えてください。自然界にも存在するから大丈夫だと書いてある。嘘なんだよ。自然界はほとんどいない、なかったんですよ、今まで。自然界に今トリチウムが検出されるのは、最大の原因は今まで流してた原発から流してたトリチウムなんです。そうなんですよ。普通の自然界にはほとんどありません。トリチウムを今まで流し続けてたから原発が。だから、自然界にもあるんです。それが一つね。それと、これ、人間の体っていうのはね、こういうラムダ結合で、酸素と水素っていうのは 5.7 エレクトロボルトです。トリチウムの場合は、平均エネルギーは 5.7 キロエレクトロボルトですから、約1000倍です。最大エネルギーにしたら3000倍です。エネルギー低いから8000倍なんて言ったら大ごで、なんとじゃあ、セシウムの場合は10万倍だ、体の中の電気信号の。なんで高いことを問題にしないんだ。そうでしょ、そう思いません。都合のいい時だけはエネルギー低い、冗談じゃない。エネルギーが低くさって関係ないんです。放射線がどこに当たるかがもう一番の問題なんです。だから放射線、トリチウムを含んだ水が皮膚に当たったって、まあ、全然それは無視していいです。はっきり言ってね、皮膚に当たったって影響ないです。せいぜいエネルギーがあって影響は紫外線のレベルからの波長です。エネルギーとしてだから紫外線がたくさん浴びると皮膚が真っ赤にただれて皮膚が日焼けするわけですね。だけどエネルギーはその程度だから深くは入っていきません。皮膚だけです。で、だからトリチウムのエネルギーだったらそんなの外部近くのほとんど影響ないです。ところがですね、問題はどこにあったかなんです。で、実際今回分かったことはこういったとんでもないトリチウムばかりじゃなくて、実際にほとんど除去しているのはセシウムだけ、とんでもないストロンチウムも残っているということも分かってまいりました。で、最近あの明るい話としては、近代のグループがトリチウムを除去するようなそういうあの仕掛けを1ヶ月ほど前に発表しました。早急にこれを実利化してですね、やっぱりトリチウムを取り払うということが、金かけるならそういうところに使えようというふうに僕は思いますね。で、トリチウムがですね、実際に皆さんね、これトリチウムの規制値ってこうなんですよ。1水水あたり60ベクレルです。セシウムとか他の各種はね、1リットルあたりとか1キログラムあたりっていうふうに言ってるでしょ。セシウム90ベクレルですよね、1キロあたり。なんでトリチウムだけ1水水にしてるの。これ同じように1キロあたりなんかにしたらとんでもない量になるからです。だから皆さんに目くらまして単位を1水水にしてるわけです。で、彼らだって分かってるから、組織結合型の有機物のあったトリチウムの場合は半分にしてるんですね。これの多少は分かってるわけ。有機結合型のトリチウムが余計時間かかって排出される。で、実際にですね、それでいいですか、一番一つ大切なことをまず一つ、二重らせん構造があります。 DNA の中に
アデリンとかチミンとかグアニン、チトシン、こういう4つの塩基が組み合わさって二重らせんコードができます。 DNA の中でこの4つの塩基はですね、実は水素結合力でついてるんですよ。これトリチウムが水素としてここに入ってヘリウムに変わったらどうなりますか。この水素結合量は僕は破壊されますから、塩基が結びついてる力がなくなるということは二重らせんコードが壊れるということだ。究極の個人情報、遺伝子情報を持ってる DNA のところに放射線が当たって塩基を出すからやばいです。誰もこういうこと語ってくれない、知らない。タスクフォースの委員だって誰も知らない、ひどいよ。で、大事なことは放射線で、例えば僕はね、先ほど言った接種のような針を使うでしょ、所詮にエネルギー高いですから、66万2000エレクトロボットですから、ここ3センチの鉛のついたてを前にして仕事してるわけですね。で、液線だったら100キロエレクトロボットぐらいですから、こういう鉛の、プロテクターをして仕事してるわけですね。これで大体 90% ぐらいプロテクトできるけど、この鉛は鉛透過にしたったら 0.25 ミリの鉛です。これ以上重かったらとても仕事になりませんからね。この程度で大体 90% ブロックしてる。ところがね、トリチウムの場合ブロックいらないよ。だけど体の中に水として入ったらしっかりとこの核に取り込む。これはね、ナドル先生、僕と同じラインとして同期で、同じようとして東北大学の放射線科で、の先生です。で、その先生海外に行ってからですね、消息が分かんなかったんですけど、帝京大学に行ってこの本を書いてですね、放射線はなぜ分かりにくいのかっていう本を書いて僕のところにシュンと送ってくれたんです。僕こういうことを発言してるってことをなんかネットで分かったんでしょう。で、彼が書いてくれた本にこの図が載ってました。彼は若い時に抗がん腫瘍の細胞を培養してどこで分裂しているのかということを調べるためにチミっていうものとトリチウムをラベルして投与したら、要するに何ちもないトリチウム1ミリというのは核に取り込まれているということを写真が出てます。で、会った時に、おい、僕いい綺麗な写真ないのかって言ったら、いや、もう30年前にやったって言ってたら、もういい写真なんですよって言われてね、本のページの写真を撮ってきたんですけど、要するにこういうこと分かってるんです、分かってるんです。だからトリチウムはエネルギー低いから心配ないようじゃないんです。 DNA にも水素として取り込まれるからやばい。で、昔核融合のことをやろうとしてました。国会で一番最先端の核融合の研究したのは山島先生といって北大の工学部の教授です。核融合で一緒に解説するたびに山下先生はもうちょっと胃がんで死亡したんですけども、その先生は会うたびに、いや西尾さんね、経産省のバカどもは分かってくれないんだ、世界で核融合の実験できるのは苫小牧の工業団地しかないんだ、広大な土地と海が近くて空港も近くてっていう国際的に学者の部分が集まってっていうことができるのは苫小牧の工業団地が一番適してると。ところが経産省の役員どうも分かってないとよくこぼした。で、その下で宇宙飛行士の毛利さんってことですね。毛利さんは助教授で、その山下教授の下で核融合の高熱に耐えれる合金の研究をしてたんです、ね、それで核融合に少し夢を託してやってたんです。ところが調べてみると、僕もだから北大の工学部に何回か講義に行ったりして、放射線のことで講義に行ったことがあるんですけども、要するにこの頃分かったことはですね、例えばこれ74年です、僕が医者になった年ですけども、この時にですね、徳島大学の先生が、小池ですね、小池の先生が徳島の学会で染色体異常を起こすと、で、要するにトリチウムっていうのは染色体異常を起こすと、これはそうだよね、先ほどトリチウムに、トリチウムっていうのは DNA に取り込まれるわけだから当然染色体異常を起こす、これをきちっと発表してます。で、このデータで言えることはですね、1センチあたり37ベクレルでもう染色体異常を起こすということは、今
海洋放出しようとしているのは1リットルあたり6万ベクレルですから。ということは確実に染色体異常を起こす濃度だということです。ね。それから例えばこれは、やはり小池の人かな、核融合の原料トリチウムは母乳を通して子供にも入るよという危険性を指摘しています。実際にはこういう研究じゃなくて。ところが、これはカナダの有名なんですね、重水を使う原子炉では。昔からさ、大気にトリチウムが出るんで、ね、トリチウムが出るんで、例えばこの時期、このところでは、有機結合型になったら、ずっと排出は遅れますよということが、まあ、分かっています。で、それでですね、これなんとね、昔からね、子供の白血病、それから、あれですね、心電脂肪、ダウン症候群、こういったのがぐっと増えた。これね、統計学者が増えたって言ってるんじゃないけど、最初に参加に出したのは住民なんです。住民の実感として、おいおい、ちょっと随分異常がたくさん出てんじゃないって話なんです。それで調べたらやっぱりそうだった。住民が実感として分かるくらい、障害が出たんです。で、これ原因は何かっていうと、トリチウムだ。トリチウムだ。こういうことがね、全くね、経産省のタスクフォースの人たち何もしようとして持ってない。めちゃめちゃですよ。仕切ってるような官僚も何も分かってない。で、今、トリチウムの基準値って一体何なんだっちゃう。これ今、排出しようっていうのは6万ベクレル、1リットルあたり。とんでもない量だね。これなんで決められたの？なんちゅうことない。1% のこの6万ベクレルの 1% が有機結合型としてトリチウムでとして入った場合、要するに多臓器不全で死んだ接種の濃度より高いということなんです。ね。それからもう一つね、最初に動かした沸騰水型原子炉、福島沸騰水型ですね。だからまだ大したそのトリチウム大量に出てなかったんです。一番最初に作られた原子炉。で、これはね、年間20兆ベクレルぐらいトリチウム出したんです。それでトリチウムを海に流そうとしたら、処理しないで海に流そうとするためには、その1割増しの年間22兆ベクレルまでいいですよっていうふうに国が勝手に決めたんですよ。何の科学的な根拠もないし、生物学的な根拠もないんだよ。いいですか、医学的な実験でこれだけなら安全だねっていう話じゃないんです。国が沸騰水型のトリチウムを勝手に海洋に放出できるような規制庁を作っただけなんです。後出しじゃんけん、今の政府がやってることでしょ。この数字に関連するとこれになっちゃう、6万ベクレル。これだけの話なんです。何にも科学的根拠なんかないんだよ。こんなデタラメが曲がり通りますか。今日ジャーナリストの下がいたら書いてくださいよ、よし。それで飲料水の基準はありません、日本には。だけど海水浴でさ、これ汚染された6万ベクレルのさ、1リットルあたり6万ベクレルのトリチウムが海に流れて、そこで海水浴やって飲んだら飲料水と一緒になるんですよね。考えてくださいよ。で、 WHO は1万、カナダは7000、アメリカ740、 EU は100です。 EU100 で何で日本は 6万なんだよ。で、特に先ほど言ったようなカナダの原子炉の問題で、原子炉でトリチウムがやばいということが分かったんで、特にカナダの場合は、ドリンキングウォーターに関しては、20ベクレル以下にしなさい、1リットルあたり。韓国経験です。すごいね。カナダ20ベクレルで、福島は6万ベクレルだって。影響は出てきますよ。まあ、あまりもう影響出そうもない、お年寄りも今日多いから、まあ、いいかもしれないけど、若い人はやばい。ね。だから、ドイツの原発も動かしたら、危機調査で、これ2回ほどしっかりとしたデータを収集してますけど、やっぱり原発に近いほど健康被害が出てる。ね。健康被害が出てる。それからもう一つ、例えばこれはアメリカの原発立地と乳がんの罹患者数のグラフ、見事に重なってますね。見事に重なってますね。どうでしょう。だって死亡なんかでも、とにかく乳房なんかに
死亡組織としてそのチーム入っていきますから。で、実際にこういうデータを見てですね、なんでみんなが増えてるんだって言ってね、政府はですね、アメリカの政府は要するに大気汚染とか水の汚染なんか文明の進展に伴うやむをえない現象であるって発表した。ところがクールドさんっていう方がですね、違うだろうとちゃんと詳細に調べた。そしたら160キロ圏内の人が優位に、先ほどの乳がんのグラフが、まあ、出てきた。このグラフが出てきた。ちゃんと詳細に調べた、ね。で、実際に日本で160キロぐらいまで影響があるとしたら、原発を稼働させたら日本住民がほとんど影響がある。影響ないのは稚内、稚内市、網走稚内市、ここら辺だけですね、影響ないの。でもいずれここだってな、ここら辺狙われてるわけだ、廃棄物処理の場所に。ね、大変だよ。だけど本当に何時間かもやってられないね。今回、全道で問い出になってた原発の推進派の人たちが、また原発やっぱり必要だと言い出した。冗談だね。まあ、ほぼ2日で回復しました。ね。北電なんかでたらくて独占企業だからまずいんだよね。たくさんの企業がちゃんとね、地産地消でやってればいい。で、電力だって地産地消で遠くから持ってたら3割はロスちゃう。そんな発電よりも地産地消でたくさんの発電所を作ればいいだけの話ですよね。原発出願って大きそうです。で、停電になっちゃって原発動いて送電するまで4日か5日かかるんです。稼働させるのにまず1日です。最低1日ぐらい、その時に3日ぐらいかかるんです、送電が始まるまで。ですからその後、今だってもう2日か3日で回復してんだから、別に原発になったってできますよ。そういうふうに何にも分かんないね、バカな人がコメンテーターとして喋ってるわけですよね。で、これは日本のデータですね。原発で動いた限界原発、見事に白血病が増えています。これは森永先生という先生が非常に詳細に分析しています。しかも距離が近いほど見事に白血病の患者さんが増えています。限界はここです。限界、もう本当に30キロ圏でこうですけど、見事にこういう近いほど子供の白血病が増えている。先ほど言ったように、あれですよね、リンパ球っていうのは感受性高いんですよ。だからこういう現象が起こっちゃう。泊まりもそうです。泊まり原発ダントツでした。がん死亡率10万人あたり、平均でこの半分ですけど、泊まり村だけで2450人。これ年齢補正してますから、ちゃんと。ですから年寄りが多いから死亡率が高いという話ではない。年齢も補正してます。で、これ見てね、僕もびっくりしたんだ。ね、北海道医師会の会長がこの会の北海道健康づくり財団のトップですから。で、会議で先生すごいグラフ載せてますねって言ったら、すぐ消されました、このグラフ。それで頭に来てエクセルで生データをダウンロードして再計算したら、やっぱり原発の動く前は180市町村で、泊まり村は22、岩台とか小泉村です。まあ72でしたけど、動き出してから1位、2位になりました、がん死亡率。これ何か事故起こしてないんですよ、一応泊まり村は。まだ。要するに、だけど、加圧水型だから、とんでもなくトリチウムを出した。沸騰水型の10倍から20倍のトリチウムを出す。加圧水型。ね。で、トリチウムっていうのは、とにかく近いほど濃度が高くなってる、原発から。それから、生物濃縮もします。で、この加圧水型と沸騰水型の指数を見てください。白血病のリスク、高いですね。もう高浜とか多いがまだ大したことないんです。こういう形で随分高くなってます。もう本当に健康被害っていうのはトリチウムが絡んでるというふうに考えることができます。それから、このノーベル賞を取った小柴さんですね、まあ、2003年に小泉首相に、当時の小泉首相に、この、あれですね、トリチウムを使った核融合はやめろと勧告を出したんです。嘆願書ですね。嘆願書を出したんです。なぜかというと、トリチウムはわずか1ミリで致死線量である。それで2キロで2200万人を
殺す殺傷能力があると知った。分かってるんですね、この人ちゃんと。だから、あんな公聴会で開いてね、僕のような人間から意見聞くより、腰がそこから意見聞きゃいいのにね、公聴会。だから、分かってる人は分かってるんですよ。だから逆に隠そうとするわけです。で、先ほどね、水素結合力がね、水素結合がダメになりますよって言いました。それからもう一つ。DNA を構成している塩基、例えばこれアデニンという塩基の一つです。これはトリチウムついてたら水素として、トリチウムが入ってたらこれヘリウムに変わりますね。ヘリウムに変わったらこれアデニンがアデニンでなくなるんですよ、化学構造式として。そうでしょ、塩基間の結合がなくなる。しかもなおかつそこに放射線が当たるだけじゃなくて、化学構造式、塩基の化学構造式が変わるんですよ、原子変換することによって。ね、それで塩基対が破壊されると同時に、これは同時に遺伝情報が変化すると破壊されるということにつながりますし、それからこの塩基が変わることによって、DNA の構造そのもの、塩基の構造そのものが変わりますから、細菌が成長されます。皆さんね、放射性物質でね、放射線が当たるということは分かりますよね、体に悪いと。トリチウムだけが違うんですよ。放射線が当たるっていうだけじゃなくて、化学構造式が変わる物質として。こんなの想定してないでしょ。セシウムが体に入って放射線が当たっても、セシウムが何かの元素と置き換わるってことはないでしょ。カリウムと置き換わるわけじゃないでしょ、化学構造式の中で。ところがトリチウムだけは水素がヘリウムに変わることによって、物質の化学構造式、高分子化合物の化学構造式も変わるということです。しかも変わるものが遺伝子の根幹である二重螺旋構造を作っている塩基そのものの化学構造式には変わるんだったら、すごい本質的なダメージになるでしょう。なんでこういうことを想像力を持たないんですか。トリチウムの危険性というのはこういうことに尽きるんです。だからエネルギーが低いなんて話じゃないんです。しかも今言ってる寄生子なんていうのも沸騰水化体の原子炉で出るトリチウムを流せるような基準値を作ってるだけなんです。都合悪いきゃベクレル以上のものは持ち出しちゃいけない管理区域から、それを今8000まで OK でしょ。それと同じ論法ですよ。後出しじゃんけんで都合のいい寄生値を作ってるだけ。これだけですよ。これだけ。その僕の活動のベンチャー企業はですね、2000万円のセシウムをとにかくトラックに乗せれるようなあの機械があります。で、20日で処理で20台買って4億円です。アルプスは400人かかって140億。これよりもこっち早くさっさと買って早く処理してるって、数年前に広島で弁護士のシンポニウムがあった時に会長さんが来てたんで、会長さんを経由して奥さんの民主党のあの福島さんに環境省に持ってって、これちょっと話しつけてって、こういう機会があるから、こういうのをやったらあっという間に安いお金で使える、あのセシウム除去できるよ、 99% 除去できるんだからって言ったんだけど、全然話が来ませんでした。ベンチャー企業ですから注文がないと作れない。だからね、もうアルプスの売ってる投資家と官僚がべったりくっついて価値は努力をしてるわけです。彼らはもう本当に腐り切ってる、日本の官僚も。まあいいでしょう、これで大体終わりますけども、今だから最後の問題になります。問題になるのはあれですね、放射線だけであれですね、一つこの野村大成という大阪大学の放射線科の基礎放射線の教授です。基礎医学放射線講座っていうのはね、もうほとんどなくなりました。なくなった。なぜかというと文科省も全部特殊採算制になったんで、生産性のない講座は全部閉じられちゃった。だからまともに放射線のことを研究する人いない、講座がなくなった。それであと法医系のような御用学者が集まったような国の機関だけになっちゃった。だから真実が全然解明されない。この人がね、もう70年代80年代に立派な論文を書いて、一つはですね、大事なことはこの次世代に遺伝した遺伝子が傷ついたものは
次世代に核と経済的に引き継がれるということです。だから皆、あの赤間には引き継いだ遺伝子が、若い人が遺伝子に行って子供を産んでも、子供はなんともなかったかもしれないけど、島根の時代に先天障害が出てきたということにあげる。要するに、傷ついた遺伝子が経済的に引き継がれるということが一つ。それからもう一つはですね、あれですね、化学物質だけやっても、そう簡単に異常は出てくる。放射線だけでもそうじゃないんだけど、低線量の放射線と低容量の特性化学物質に汚染すると、立方だけではがんが発生しなくても、相乗的にがんが発生するということが、動物実験で分かっています。ね。で、これは、まさに多重複合汚染です。有吉沢子の多重複合汚染の世界に今、だからこんなとんでもないね、発がんが増えたりという、今、時代になっているということなんです。だから放射線だけじゃないんです。だから、まあ、あれですね。だから今、先ほど言ったように TPP の16年の暮れに参議院議員で僕15分ぐらいとなってきたんですけどね、富の再配分が政治家の仕事ではないのかちょっと怒ってきたんですけどね、今もう TPP、トランプ軍がアホだから今自殺してますけど、もっとエゴい形でアメリカの有利な形でまた日米の FTA になろうとしてますね。だけど本質的にはね、ターゲット、大きなターゲットは医療ですよ。医療です。これはもう、ターゲットは医療です。このロビー活動誌を見てください。何がターゲットですか？アメリカ議会は、政治献金が無限ですから、一番献金してたのは医療界です。次に軍事産業です。支援活動が出たんで、エネルギー産業はそうでもない。最大のターゲットは医療です。こういうことがね、皆さんほとんど報じられない。農産物のことばっかり問題になってるけども、そうじゃない。この数字見てください。40年間で桁に違いました。僕が医者になった頃、1ヶ月の抗がん剤で数千円でした。今数百万ですよ。どうするんですか？こんなに良い商売ないでしょ。原価10円の薬でも。これがターゲットなんです。で、これに対応するために保険に入る。保険会社と製薬会社が一緒になって、日本の高齢者の持っている資産を狙っているわけです。こういうことが含まれている。それからさらに、食べ物の安全という点ではとんでもない社会になってきた。先ほど、遺伝子組み換えの問題もありましたけどね、農薬の問題もあります。自閉症の原因や子供の発達障害の原因が、今のネオニコチノイド系の農薬だということが分かっています、農家の世界で。先月、その農科学の第一人者の黒田洋一郎さんと東京で会食したら、いや、今の子供は12人1人はそうなってる。ね。20人1人、30人1人じゃないんだよ。それから年寄りだって、例えば若年性のアルツハイマーなんていうのは、あれも絡んでるんですよ、農薬が。年取ったって今までの、今のような若年性の認知症なんていなかったでしょ。多少ボケたくないですよね。今の僕と同じくらいですよ。だけどこんなね、認知症になったりね、ボケのおかしいものがたくさんいるのはね、これ何かの原因があると考えなきゃいけないです。高齢者になったからではない。農薬が絡んでるんです。それから最近は、がんにも絡んでる、農薬が。ご覧の、がんのリスクを WHO が上げています。A ランクは一番高いのはタバコです。農薬が B ランクにランキングされました。だから、がんが増えてるのは放射線だけじゃない。こういうものが全部絡んでる。この話だけでも2時間くらいお話したい。今日はもう時間ないんで、資料だけをちょっと足しましたけど、実は今年ですね、講演会何回かやったんですけど、半分はですね、この農薬と遺伝子組み換えの話です。日高の方と帯広の方の農家の人たちにお話ししました。で、食の安全に関してはですね、死にのためのがん治療の会で4本ぐらい出してます。今週出してる市民の方の団地の会で検索してすぐ出てくるのはね、今週火曜日に掲載したのはこれです。地球を脅かす環境室、黒田純子さんの人が、この黒田洋一郎さんの奥さん、ご夫婦でこの発達障害の問題なんかを研究なさってるんです。この本はですね、放射線に関しても少し入ってて、ちょっと本を出すときに構成段階でちょっと僕放射線のとこだけは、一応見させてもらったんですけども、大きな間違いがなければということで出したんですけども、非常にこっちの方はね、これはすごく専門的に難しいですよ。この方は比較的分かりやすく
図書を使って書いてますので、ぜひこの本についての、清水さんの学習の会の概要の今ということに今週載ってますから、2週間だけ載ってますから、2週間というか、まあ、ずっと載ってますけども、これを読んで興味があったら読んでください。放射線だけじゃありません。特に農薬が非常にやばい状態であるということも、皆さん知ってください。で特に最近は今年3月31日農産物使用法が廃止になりました。今まで各地のですね、皆さんご存知ですよね。ちょっと知らない人ちょっとやる、皆さん知ってくれちゃいいね。要するに農産物の特許みたいなものが出すための全部各地で農業の指定場なんかができて、その地域の気候に合った種子の改良をしてたんです、今まで戦後。ところがこの法律がなくなったんで、お金が出ないと結局潰れます。地方自治体でどれだけ対応するかは分かりませんけど、今まで持ってたノウハウを全部民間に譲与して、民間が今度はそれを知的財産権を取って種子を高く売りつける、ついでに種子を売りつけるだけじゃなくて農薬と飼料もパックにして売りつける、場合によっては収穫物も全部買い取って仕切る、種を牛耳ることによって世界制覇を目論んでいる。これが今の社会だ。先ほど電気がダメになった、一番何かあった場合に電気と水ですね。水だってついに麻生というアホなやつが水道を民間にすると、国営から外すと、どうなんですかこれ。水道も民間になったら水道量は数倍になりますよ皆さん。全然問題意識ない、まともに報じられることもない。これからは石油だけじゃなくて水との戦いですよね、人類で。それを民間に乗するようなことをしている、これが今のやってる政府です。本当にこれから深刻ですよ。今アメリカがもっともっと構成して日本を植民地化してる、それがさらに経済的植民地化に関連します。さらにもう一方では中国がどんどん入ってきてたくさんのものを開発されています。札幌の大きなホテルも中国資本が入ってきました。ニセコの水源も買ったりしてるんですよ。皆さん本当にそういう点ではね、危機意識を持った方がいい、きちっと。とんでもない社会に今なっています。放射線だけではありません。それが全て相乗的に加わって健康しないのはもたらない。で健康障害になった時はバカ高い薬を使わなきゃいけないという時代、本当に大変な時代になりました。皆さんの見識のある判断というものをぜひやってほしいなと思います。はい、すいません長く、ありがとうございます。ありがとうございます。休憩入ろう。質疑応答の時間の前にですね、10分ほどの休憩を取らせていただきます。